ジムで僕サスケによく出させてもらってるんですけど、その時に知り合った川口さんという方がされてるジムで3人でチャレンジしたいなと思ってやってきました。ということで、はい、自己紹介お願いします。はい、どうも鎖野郎です。はい、ワンカイ入ってます。今日はですね、たっちゃんとマッツンが、来てくれました。はい、同じでだ。はい、ということで今日は田口さんに来てもらってるんで、よろしくお願いします。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 よろしくお願いします。サスケファイナリスト田口です。よろしくお願いします。お願いします。ということで、今日は3人チャレンジしたいと思うんですけど、はい、ボルダリング僕らほぼ初めてで。なるほど。一からちょっと教えてもらいたいなと思うんですけど。もちろんです。今日はレベル6つ用意したんですけど、はい、前回も筋肉 YouTuber の方に挑戦してもらってレベル4で全滅してるんです。今回でいうとこの紫なんですけど、初めてボルダリングに挑戦する一般人の方はクリアした人今まで一人もいないんですよ。そんなレベルなんですね。ただ今回、K1 の現役選手ってことで、はい、誰かが今クリアしてくれるんじゃないかと。いや、行きたいなこれ。なんかそんな風に言われたら行きたいです。この3はクリアしてる人。3は半分切るぐらいですね。ここで削ぎ落とされて紫はもうほぼ無理です。いや、これ無理です。全クリした。待って待って、怖い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 。そう。はい、ということで、はい、チャレンジしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それではボルダリングのルールを説明したいと思います。今回6個のコースを用意したんですけれども、コースがどういうふうに分かれているかというと、ホールドの色で分かれています。はい、一番最初にやってもらうコースはこの黄色いホールドを使ったコースになります。でもテープが貼ってあるこのホールドがスタート、上の方に貼ってあるテープが貼ってあるホールドがゴールになります。そこにたどり着くまでに黄色いホールドを手で持って、足も黄色いホールドに置いてゴールしてもらいます。で、ボルダリングのルールではスタートを必ず両手で持った状態でマットから体を浮かしてください。これがスタートの体勢です。マットから浮かして黄色いホールドだけを使って上に上がってきます。全部使わなくてもいいんで、例えばスキップしてもいいし、同じホールドを両手で持っても OK です。最後、このゴールのホールドを両手で3秒ぐらい持ったらゴール。降りてくるときはどのホールドを使って降りてもいいんで、掴みやすいホールドを使って降りてきてください。で、ゴールのホールドから、飛び降りてはいいんですけど、結構高さがあるんで、降りるときはちょっと安全を確認して、はい、飛び降りてください。わかりました。こんな感じのルールになってるんですけど、レベル1から順番に皆さんにやっていっていただいて、どこまで進めるかっていうのを見てみたいと思います。しゃあ、気合いだ。はい、じゃあ、松浦の挑戦、用意スタート。おお、全然できんじゃん。ほら、もうそういうタイプじゃん。勉強よく持ってね。めっちゃ余裕になるじゃん。イエーイ。ちょっと足つるよろしくお願いします。お願いします。スタート。あ、今何がやばい。安定感ない。おお、はい、 OK です。よーい、スタート。ああ、軽くね。やってんな。何、そういう感じか。どういうこと。ああ、なるほど。なんでなんだよ。おー、いっちゃう。ここからも全部いっちゃう。おー、レベル2なんですけど、セパレートスタートといって、片手ずつ別のホールドを持った状態でスタートするからになります。第2ステージ松田、レベル2、はい、スタート。お、はい、おー、いいよいいよ。特殊なね。特殊あるからね。特殊あるからね。特殊気をつけて。おー、手長いの。手長い。ずるいわ。おー、そっち。すげえ。マックス、別にいけんじゃない、こういうの。あー、すごい。何それ。浮
知だ。博士だな。博士だな。めちゃくちゃクロスするな。おおしゃ。おおしゃ。ああ、特殊。おお、特殊。クロスしてる。ちょっと待って。最後飛んだわ。飛んで掴めない。特殊でしょ。特殊だよ。最後特殊だよ。おお。ちょっと待って。あ。おお。やります。
ついてる常連で仕事よろしくサイトどこサイトダメだヒントヒントダメヒントいいっすよカバーね、手がダメだナイスおおうまいあれうわうわうわそれで両手持ってあーいけそうですねあでもなんかちょっと形っぽかったうわこれいったらかっこいいよよーいスタートクリアしました。ラスト。いや聞いた指先やばいな。ラスト。ラスト行きたいと思います。すいません嘘です。待って。こんな変態がやることだよ。こんな上がるわけないでしょ。先生お願いします。はい、じゃあ指がめり込む音が聞こえるんでよく聞いてください。え、そういうこと。うわっ、すごっ。うわっ、なにそれ。うわっ、なにいった。なにその音。うわっ、めきった。どういう状況。これは当てる。俺方もかっこいいし。なんで指をもう中に練り込ませて。あ、もう入れてるんですか。結構入れます。ギリッと皮をくっつけて、それが今のギリギリ。うわやば。ここまでして登りたくないわ。こんなこと言わない。これはやばいよ、本当に。はい、ということで、大根ステージ無事クリアしました。最後の、難関、この赤いの行ってみたいと思います。レッツゴー。やらせじゃねえか。これでもレベル6最後の課題は多分一番盛り上がる楽しい課題だと思います。へー。まあスタートがここにあって、足が2つ、左足と右足があって、ここから一気に2つのボールに向かって飛ぶんです。これ先一回見ていいですか。はい、じゃあレベル6デモンストレーション。いやー、脚力とタイミング全部揃ってないとあの距離飛び出せないんで。なんで掴んだことでしょ。そうそう、あの掴んだとこがすごいです。もう飛ぶのもすごいんだけど、なんでそこで掴めたの。俺ちょっと失敗したと思ったもんだって。ああ届いてるけどここは無理でしょみたいな。何あの掴み方。おお。すごいわ。すごい。マジすごい。どうでした。いやもうエグいっす。ボルダリング舐めてました完全に。いやでもレベル3、はい、唯一クリアしたタケル君、さすがでしたね。
持ちにくいホールドも何回かでちゃんと修正して完登してたんで、やっぱ運動神経高いなって思ってました。レベル4がね、前人未到のレベル4を栗山選手がクリアするっていうのが目標だったんで、ちょっとあの腕ノーダメージでレベル4買ったら、確かにいきなりレベル4やったらいけるかもしれない。なんか今日ですごい前腕にしかの刺激が入ったと思うんですよ。皆さん言えないですよ。これ1週間後とかに来るとめちゃくちゃ簡単で、なんでと思えなかったんですよ。それがゴールデンの魅力で、最初の3ヶ月ぐらいはやればやるほどどん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 持てるんだと思って、そこからもう技術的な難しさが出てきたりするのがあるので、ぜひやってこれを機会に。いやー、本当にちょっといい経験になりました。いやいや、こちらこそまたチャレンジさせてください。あ、お願いします。じゃあ、サスケのトレーニングも。あ、もうぜひぜひ。ちょっと、あの、屋上の招待。あー、確かに。次、ちょっと僕の屋上で、トレーニング一緒にお願いしたいと思います。楽しい。皆さん、やりましょう。ありがとうございます。川口さんの、YouTube チャンネルもぜひチェックしてみてください。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。あー、悔しい。あー、悔しい。まあ、でも、久しぶりに見たテキができないスポーツ、くないくない大丈夫。バッチリです。あ、待ってました。待ってます。でもこれは放送してません。最低。